なあ、君がせいやか、スターダストの。え？デート中に悪いね。少しいい？ごめんね、舞ちゃん。ちょっとだけ待ってて。何？大丈夫なの？大丈夫大丈夫。店の外でいいですか？八神さん。なんだ、俺の顔知ってたのか。ええ。八神さんのことはテンダーのマスターから聞いてました。それで仕事をお願いしようと思ってたんです。ヤクザに殴られた仕返しがしたいって。ええ、八神さんならなんとかできるかもって。元は敏腕弁護士で、探偵なのにヤクザとも対等に口が利ける。カムロ町じゃ知られた人だってマスターに聞いたから。へえ、そんな風に言われてんだ俺。あと、これは噂でだけど、依頼人のためならどんな手も使ってくれるって。それで殺人犯を無罪にしたこともあったんでしょ。あれ、僕なんか変なことを言いました？いや、いいんだ。それより羽村の頭に殴られたって。ええ。日にちは？12月3日の夜です。あのヤクザが事件を起こした日なんでしょ。間違いないのか？うん。俺は今羽村の弁護人に雇われて事件を調べてる。君の話は裁判の重要な証言になるかもしれないんだ。そっか、僕の証言であいつが無罪になったら嫌だな。気持ちはわかるよ。でも情報が欲しいんだ、頼む。有名人に頭下げられちゃね。オーケー、八神さんに嘘は言いませんよ。羽村に会ったのは夜の何時頃？12時頃かな。ピンク通り裏の九州一番星ってラーメン屋の前で。結構寂しいとこ。その辺りだとサウナ御殿にも近くなかった？うん、そうだね。もう少し聞かせてくれるか。そもそも君はなんで羽村に殴られた？そんなのこっちが聞きたいよ。ただまあ、向こうはかなり酔ってたみたい。僕はその時一人で、羽村は向かいから歩いてきてた。一人でブツブツ言ってて、なんか危ない気はしたんだよね。だから目を合わせないようにしてたんだけど、やっぱり絡んできてさ。どのくらい殴られた？一発だけ。でも僕しばらく顔にあざできてたんだよ。しかも歯のかぶせ物まで取れちゃって。歯のかぶせ物？その後歯医者には？ん？次の日すぐ行ったけど。じゃあ診療記憶が残ってるな。証言の裏が取れる。ああ、そういうことか。で、君を殴った後羽村はどうしてた？ふらふら歩いてサウナに入ってったよ。ほら、さっき言ってたサウナ御殿。12時頃君を殴ったその後、羽村はサウナ御殿に入っていった。うん。つまり羽村の入店さえ確認できればそれがアリバイになる。そうそう、警察もそんな風に言ってたよ。今の話法廷で証言してくれって言ったら頼めるから。 OK だよ。八神さんには恩を言っときたいし、テンダーのマスターも恩に来てくれるよね。分かった、伝えとく。待った。あともう一つ、羽村と会った時周りに防犯カメラ、もしその映像が残ってたら鬼に金棒だ。さあ、それは分かんないな。いちいち気にしてないし。そっか、ありがとうな。また連絡する。うん、それじゃ。Thank you.
先ほどの映像の中で暴行を受けていた人物、あれはあなただということでしたね。間違いありませんか？はい、そうです。ではそのあなたを暴行した人物ですが、この法廷にいますね。ん？証人？どうしました？僕の勘違いでした。殴られているのは間違いなく僕です。でも殴っているのか誰かは分かりません。裁判長、すいません、一時休廷をお願いします。防犯映像の中で僕を殴っているのは、今この法廷にいる松金組の羽村さんです。思い出しました。間違いありません。では先ほどの発言は撤回されますね。はい、すみませんでした。裁判長、この証人の発言には全く信憑性がありません。弁護人、いかがですか？証人に動揺があったことは認めます。ですが、初めての法廷に対する緊張は誰にとっても十分理解できるはずです。今弁護側は証人の信憑性に疑いを持っておりません。スターダストというカムロ町のお店、つまりホストクラブですね。証人はこちらに何年お勤めでしょうか？大体2年です。そのわずか2年の間にあなたは女性客との間にいくつかトラブルを抱えていますね。何？何の話？あなたは複数名の女性客に結婚をちらつかせてはいませんでしたか？それも多額の金品を貢がせた時にはすぐにでも結婚できるような素振りを見せる、調子のいいことを言って女性を喜ばせるが、具体的な話になるとさっきのように前言を翻す。そんなあなたへの訴え相談が把握しているだけで消費者センターに5件寄せられていました。そうやって巧みに人の心を誘導する証人の言葉に信憑性があるでしょうか？証人の裏付けだけであの映像の人物を被告人とするには不十分ではないでしょうか？であるならばやはり被告人のアリバイは成立しません。以上です。弁護人から何かありますか？言葉の信憑性という点について一つ検事にお聞きしたいことがあります。はい。その前に先ほどの防犯映像を犯行時刻より数日後まで早送りしましょう。くしくもその日は検察が本件の起訴を決定した日でした。今映ってるのはあなたですね、検事。ええ。そして行っていたのは防犯映像に映っていた被告人と証人の行動の再現でしょう。違いますか？いや。だとするとおかしいですね。検事は先ほどサウナ周辺の防犯カメラ映像は一切確認していないとおっしゃった。でも映像を確認せずに証人の行動の再現など不可能だったはずです。またご自身でもその周辺の確認には行っていないとおっしゃった。でも実際に行かれておられます。なぜそんな嘘をついたんですか？嘘なんかじゃ。
事件当夜のこの映像は見ての通り必ずしも鮮明とは言えません。だからもしも検事がここに映る人物を被告人ではないと明確に否定したのなら話はわかります。でもあなたは否定するでもなくわざわざ映像を確認していないと言った。おそらくあなたは映像に映る人物が本当に被告人だったかもしれないと思ってしまったのでは。少なくともその可能性を否定しきることができなかった。だから嘘をついた。違います。あなたのその言葉に信憑性はあるでしょうか。あなたは先ほど堂々と嘘をついたんです。そして残念なことに今この法廷で被告人の有罪を主張しているのはそんなあなたの言葉だけなんです。